リフローレはカリフラワーの一種で、まだ新しい品種です。霞草に似た花束のように可愛らしい野菜ですね。皮を剥いたり下処理の必要はなく、そのまま丸ごと食べることができます。生食も可能なので、鮮度が良いものでしたら、まずは生のままサラダで食べてみましょう。アクもなくシャキッとした食感で、癖のない風味です。また加熱をすると、よりカリフローレの甘みを引き出すことができます。茹でるときは塩を少し入れてください。色を白く仕上げたいときはレモン汁も少し入れます。茹で時間は40秒から1分程度で、茹ですぎないように注意しましょう。冷水にとると水っぽくなるので、そのままザルで自然に冷ませば大丈夫です。カリフローレはバーニャカウダやしゃぶしゃぶ、蒸し野菜、肉巻き、またクリーム系のパスタの具材にしたり、カレー粉と炒めたり、ピクルスにするのも美味しいですよ。